太平温泉は山形県米沢市にある温泉。露天風呂発見は上岸2年。またぎによって発見されたとする説と行者による発見説がある。もがみ川の源流部の谷底、標高1080メートルの高所に日本秘湯を守る会にも属する一軒宿、滝見が存在する。一軒宿が有する川沿いの露天風呂が有名である。温泉街は、 もがみ川の源流に非常に近いことで知られる。かつて火炎橋と名付けられた釣り橋が存在し、もがみ川で最も上流部に架かる橋であった。滝宮の対岸の先に最上川源流の滝と呼ばれる火炎の滝を一望できる見晴らし台があり、滝宮が見物客の往来のために架けられたものだが、危険防止のため現在は撤去され、両岸には土台のみが残っている。橋は、 全長約20メートルほどで両岸をワイヤーで結び板を渡した作りで、陶器館はワイヤーごと取り外していたという。現在は滝の吊り橋が架けられ、徒歩で登山道を訪れた当時客が渡る橋となっている。温泉宿が閉鎖される、陶器館は橋板が外される。宿の対岸には、埼玉川源流の日と刻まれた石碑が建てられている。 山形橋物語も上川第六部、火炎橋山形新聞。http コロンスラッシュスラッシュ yamagata-np.jp スラッシュブリッジスラッシュブリッジリテール。php、p. P Ph リバーイコールもがみ&、セクションイコール 6&、ナムイコール112019年5月6日閲覧。山形橋物語も上川第六部、滝の吊り橋。山形新聞。 http://yamagata-np.jp コロンススララッッシシュュスラッシュブリッジスラッシュブリッジリィテール php リバーイコールもガミセクションイコール 6& ナムイコール102019年5月6日閲覧ありがとうございます